おめでとうございます。おめでとうございます。帝国党なり定職数に達しましたので、ただいまから新庁舎建設促進特別委員会を開会いたします。本日は本委員会に付託されました決算議案につきまして閉会中審査を行い、その後本委員会の特定事件について調査を行うことといたしております。審査に入ります前に、まず決算審査の進め方についてご説明いたします。まず審査方法についてですが、10月20日の本委員会でも報告いたしましたが、本委員会に付託されております一般会計決算の歳出について、その審査は平成28年度における主要な施策の成果に関する調書および都市開発基金の運用状況に関する調書に基づいて説明を聴取し、監査委員からの審査意見書も含めたところで質疑を行うことといたしております。その他の審査方法についてはお手元に配布しておりますような方法で進めていただきます。よろしくお願いいたします。以上、本委員会の審査がスムーズに進みますよう委員の皆様方のご協力をお願いいたします。それでは本委員会に付託されております決算議案一件の審査に入ります。議案第86号平成28年度八代市一般会計歳入歳出決算中と委員会関係分を議題とし、執行部より説明を求めます。はい、委員長。岩本財務部長。はい、おはようございます。おはようございます。財務部長岩本でございます。それではまず財務部が所管いたします新庁舎建設課、この部の総括について簡単に説明をさせていただきます。座りまして説明をいたします。はい、どうぞ。新庁舎建設課につきましては、28年度は課の立ち上がりから2年目となりまして、新庁舎の平成32年度完成を目指し、さらなる事業の推進を図ったところでございます。主には新庁舎建設の基本構想を平成28年の8月に策定いたしまして、その後公募型プロポーザル方式による設計業者の選定を行い、設計者を株式会社久米設計九州支社として平成29年2月に契約し、基本設計の作業に取り掛かりました。またオフィス環境整備支援業務につきましても公募型プロポーザル方式により業者選定を行い、専門的な視点で機能的なオフィス環境整備を図るための作業に着手したところでございます。それぞれの作業を現在進めておりますが、基本設計につきましては執務室等のゾーニング、規模等の検討や都市計画道路の築造に伴う協議、文化財本調査等の建設関連項目の調整に時間を有しておりまして、いまだ計画の全容をお見せできない状況であります。大変申し訳なく思っております。今後はこれらの協議や調整を早期に取りまとめ、議会や市民の皆様のご意見を伺いながら、できる限り早い時期に基本設計を策定し、策定後は速やかに実施設計に取り組みたいと考えております。以上、簡単ではございますが新庁舎建設課の総括説明とさせていただきます。よろしくお願いします。はい、委員長。はい、松村財務次長。はい、おはようございます。おはようございます。財務部次長の松村でございます。それでは座らせていただきまして説明をしたいと思います。議案第86号平成28年度八代市一般会計歳入歳出決算について説明します。歳出のうち当委員会の関係分、すなわち総務費のうち新庁舎建設費につきまして、平成28年度における主要な施策の成果に関する調書その1および一般会計歳入歳出決算書を用いまして説明します。それでは主要施策の調書その1、こちらお持ちでしょうか。ちょっと分厚い冊子でございます。はい、41ページをお開きいただきたいと思います。説明の内容はまず表中の左上にある事務事業名を申し上げます。そして事業の概要、決算額、
特定財源および今後の方向性の順で説明を行います。では説明に入ります。41ページ下段の市庁舎建設事業は、建設後44年が経過している本庁舎が老朽化に加え、耐震診断の結果を踏まえ、地域審議会や議会の審議を経て、現在の本庁舎敷地内に新庁舎を建設することを決定したことから、新庁舎建設に向けて進めているもので、決算額が776万9千円でございます。内容としましては、まず現年分といたしまして、先進地視察旅費の19万9千円が主なもので、前年度からの繰り越し分としましては、平成27年度から取り組んでいました新庁舎建設基本構想業務委託費に745万2千円と、基本構想策定に意見を伺う市民検討委員会の開催に伴う経費11万3千円でございます。特定財源としましては、基本構想策定に対する国庫支出金で市町村合併推進体制整備費補助金が745万2千円でございます。今後の方向性は不要で別事業へ移行としています。これは事業名が28年度で廃止ということではなくて、視聴者建設そのものを、申し訳ございません、事業の内容を分かりやすくするために、別事業名を新たに設けて推進することとしたところからよるものです。次、42ページをお願いします。上段の視聴者建設基金事業でございますが、これは可能な限り地債の借り入れを抑制することで、将来へ過度な負担を残さず、今年度の市民サービスの低下を招かないようにするため設置した基金であり、決算額は5億61万1千円で、内訳は元金積立金の5億6万8千円と、これまでの積立預金に対する利子54万3千円でございます。28年度末での基金積立総額は約13億円でございます。特定財源としまして、預金利子54万3千円と、八代演奏家協会からの寄付金6万8千円でございます。今後の方向性としましては、市による実施、現行通りとしており、今年度の財政負担の軽減を図るため、積み立てを行うとしております。次に、下段の新庁舎建設基本実施設計事業は、新庁舎建設における設計業者の選定や設計業務の実施にかかるもので、決算額は2586万4千円で、主なものは新庁舎建設に伴います基本設計及び実施設計業務委託でございまして、平成28年度から30年度までの3カ年契約を行っており、その総事業費は2億2118万4千円で、平成28年度には基本設計分の8499万6千円のうち前払い金として2547万円となっており、その他に選定委員会の4回開催にかかる謝礼や費用弁償など39万4千円でございます。この設計委託は公募型プロポーザル方式で行い、応募者が6社あり、一次審査で5社を選定し、最終的に5名の選定委員会委員によりプレゼンでの二次審査を行い、株式会社久米設計九州支社に決定したところでございます。今後の方向性は市による実施、現行通りとしており、設計業務及び建設工事のスケジュールを適切に管理し、平成32年度の庁舎完成を目指すこととしております。43ページをお願いします。上段の新庁舎建設オフィス環境整備支援事業は、新庁舎建設にあたり市民にとって分かりやすく利用しやすい窓口環境の提供や効率的な執務空間を創出するため、文書や重機等の配置、サイン計画を含めて専門的な視点で機能的なオフィスの環境整備を行うもので、決算額は434万1千円でございます。主に新庁舎オフィス環境整備支援業務委託432万円でございますが、これは平成28年度から平成32年度までの5年間で2214万円の契約を行っており、そのうち平成28年度分の支払い額でございます。この委託業者の選定も公募型プロポーザル方式で行っており、応募者が3社で6人の選定委員によりプレゼンを行った上で、国用マーケティング株式会社熊本支店に決定したところでございます。この他に選定委員への謝礼と費用弁償として2万1000円でございます。今後の方向性としましては、
新庁舎建設にあたり市民にとって分かりやすく利用しやすい窓口環境の提供並びに効率的な執務空間を創出した庁舎づくりを目指すこととしております。次に決算書をお願いいたします。決算書でございます。決算書の116-117ページをお願いいたします。中ほど目11市庁舎建設費の117ページの右から2列目の不要額891万7000円は新庁舎オフィス環境整備支援業務委託のプロポーザル方式による契約残の767万2000円が主なものでございます。また備考欄に記載の流用額61万2000円は市庁舎建設基金事業におきまして預金利子等の積み立てにかかる金額を流用したものでございます。以上当委員会の関係分の説明とさせていただきます。ご審議よろしくお願いいたします。はい、それでは以上の部分について質疑を行います。質疑ありませんか。はい、はい、野崎委員、はい、すいません、先ほどのこっちの僕で43ページ、上段の方ですね。もう一回ちょっと確認なんですけど、新庁舎のオフィス環境整備支援業務委託この契約期間についてもう一回確認でお聞きしたいんですけど。委員長。はい、松村財務部長。はい、契約期間でございますけども平成28年度から平成32年度までの5年間でございます。はい、野崎。はい、今おっしゃったんですけどここに書いてあったとはちょっと違う。委員長。松村財務部次長。申し訳ございません、こちらの方のやつが何月何日まで書いてありますので、うん、32年度ですと、まあ、33年の3月ということなので申し訳ございません、まあ、ちょっと紛らわしかったと思います。はい、はい、いいですか。はい、他ありませんか。はい、他に、内容で、あればですね、以上で、質疑を終了します。意見がありましたらお願いします。いませんね。はい、なければこれより採決いたします。議案第86号平成28年度安田市一般会計歳入歳出決算中と委員会関係分についてこれを認定するに賛成の方の挙手を求めます。はい、挙手全員と認め本決算は認定することに決しました。ありがとうございました。以上で付託されました案件の審査は全部終了いたしました。お分かりいたします。委員会報告書および委員長報告の作成については委員長にご一任願いたいと思いますがこれにご異議ありませんか。はい、ご異議なしとめそのように決しました。決算議案の審査が終了しましたのでここで、江崎監査員村川会計管理者は退席されます。はい、次に、当委員会の特定事件であります新庁舎建設に関する諸問題の調査を議題とし調査を進めます。それでは新庁舎建設事業の、進捗状況について執行部より説明を求めます。はい、委員長。はい、松本新庁舎建設課長。あ、新庁舎建設課の松本でございます。よろしくお願いいたします。それではですね、今回私の方から新庁進捗状況ということで今、お手元にお配りしますこちらの、八代市新庁舎建設に関する取り組みについてという、資料をもとにですね、ちょっと説明をさせていただきたいと思います。では座って説明をさせていただきます。よろしいでしょうか。すでに、内容等につきましては、ご存知の方もおられると思いますが、前回の委員会からちょっと時間も経過しておりますので、今までの経過も含めまして、資料に基づき、ポイントだけを中心に、説明をさせていただきます。よろしく。それではページをまずめくっていただきまして、はじめにということで、平成26年度に、新庁舎の建設地についての審議が行われ、現在の本庁舎敷地内に新庁舎が建設されることが決定しております。
28年8月に八代市新庁舎建設基本構想を策定し、平成29年2月に公開プロポーザル方式により株式会社久米設計九州支社を選定し、現在基本設計を作成しております。続きまして3ページ、庁舎整備にかかる検討経緯としまして、平成8年度、阪神・淡路大震災を契機とし、本庁舎の耐震診断を実施、耐震性に疑問があり、補強案の作成は困難であるという診断結果を得ております。平成16年度、市町村合併協議会において、庁舎の方式は、旧八代市役所を本庁とする、本庁方式とし、真摯に引き継がれております。平成21年度、平成13年の耐震改修促進法の改正に伴い、再度本庁舎の耐震診断を実施、耐震診断を満たしていないことが判明したため、建て替えが妥当との結果となっております。平成26年度、地域審議会及び議会の審議を経て、現在の本庁舎敷地内に新庁舎を建設することが決定されております。平成27年度、新庁舎建設準備室設置、基本構想を着手、平成28年度、熊本地震発生、仮設庁舎を建設、緊急避難的に、各支所等複数の施設に、所管課を移転、基本構想の策定となっております。続きまして4ページ以降が、新庁舎の方向性となっております。まず、新庁舎建設の基本設計の策定にあたりましては、7つの視点からの、庁舎作りを目指し、作業を進めております。1番、1点目、市民に優しい庁舎、窓口部門の集約、窓口カウンターや相談室の設置、ユニバーサルデザインへの配慮です。2点目、変化に対応できる庁舎、行政執務空間の集約、多目的利用を見込んだ空間づくり、3点目、安全安心の拠点となる庁舎、耐震性や、風水害に対する備えを確保した庁舎、災害活動拠点の拠点となる庁舎です。4点目、環境に優しい庁舎、自然エネルギーの活用を進め、省エネルギー、省資源を徹底した庁舎、ランニングコストの低減を図る庁舎です。5点目、交流の拠点となる庁舎、市民活動や、情報発信のスペースを整備した庁舎、6点目、歴史と景観に調和した庁舎、八代城跡の景観に配慮し、調和を図る庁舎、7点目、市民に親しまれる議会庁舎、庁舎内での議場の配置などを配慮し、市民が身近に感じる、親しまれる庁舎です。続きまして8ページ、新庁舎の機能としまして、新庁舎の機能につきましては、庁舎機能と、まちづくり拠点機能に整理し、庁舎機能につきましては、特に窓口機能と、防災拠点機能の充実を図り、まちづくり拠点機能につきましては、情報発信機能、利便機能、市民の活動拠点機能を導入します。続きまして9ページ、周辺の現状ということで、主に道路の話になるんですが、敷地に対する、主要な車の進入口の検討を進めておりますが、敷地は東西南北の4方を道路に囲まれており、車の進入につきましては東側および西側からの進入が可能となっております。また東側道路につきましては、都市計画道路の整備が予定されており、築造までに、進入口の位置、箇所数について、警察と協議を進めていく必要がございます。続きまして10ページ、敷地の利用方法について、現在、敷地の利用方法につきましては、敷地条件や、市民の利便性、景観等を考慮し設計作業を進めております。まず建物の配置につきましては、西側の松江水源地、東側の都市計画道路が計画されていることから、現庁舎と同じほぼ中央となります。敷地の北側には一般駐車場を配置し、南側には緊急時の駐車場を兼ねた広場及び歩行者専用のアプローチを配置します。また東側につきましては道路築造までの間、予定地を有効活用するため、公用車駐車場を設置します。続きまして11ページ、内部の空間計画について、基本構想で示している、新庁舎の7つの方向性を踏まえ、市民の利便性や、業務効率等を考慮し、利用しやすく分かりやすい計画とします。階層別の主な配置としましては、まず低層部門に窓口部門並びに情報発信や利便施設、
障害学習などの市民利用部門を配置します。中層部門は市長や副市長などの執行部と防災関連の部署を配置し、大規模災害時には速やかに災害対策本部へ移行が可能な計画とします。構想部分は行政組織内の連携向上や組織再編等に柔軟に対応できるよう執務空間の集約を行い、行政サービスの質的向上を図るため、近接度調査や窓口市民アンケート調査に基づいた結果をもとに、できる限り同一階隣接する階に配置する計画とします。また今回建築の構造としましては免震構造ということで、免震構造に伴い発生する免震層の有効活用について検討します。続きまして12ページ、進捗状況につきまして、基本設計に着手してからすで、に8ヶ月を経過しており、市民の皆様思い並びに各委員の方におかれましては、いまだ、基本設計の全容がお見せできない状況であり、大変申し訳ないと思っております。現在、庁舎本体につきましては、窓口部門の整理や、執務空間などの内部空間の配置、大きさ等について、設計者と随時協議し、合わせて敷地内の条件整理などの建設に関連する項目について、関係課や関係機関と協議を進めております。建設に関連する項目の主なものとしましては、一部完了しているものもございますが、本庁舎の、被災度調査および解体工事に必要な設計、並びに敷地内の文化財調査、都市計画道路の築造に伴う出入り口、水源地の保全方法、公用車駐車場の移転先の検討などです。続きまして予定スケジュールについて、基本設計並びに実施設計につきましては、基本構想策定時においては、平成30年8月頃までとしておりましたが、基本設計が建設に伴う関連項目における協議等により遅れていることから、基本設計の完了が平成29年度末、実施設計については平成30年度内完了となる見込みでございます。工事につきましては、建設工事が当初より約半年短くなりますが、現段階では構造・工法の検討を行い、平成32年度内の完成を目指すこととしております。それでは最後に末尾のパース並びに外略平面図についてご説明いたします。まずパース写真の方ですが、こちらにつきましては上の2枚の写真が現況の本庁舎を安代宮側と病院側交差点から見たものです。下の2枚のパースが現在想定している計画をパースとして表しております。周辺の景観を保全するため、外観的には高さ等に配慮していることがご確認いただけると思います。次に、外略平面図について、裏面をご覧ください。現時点での参考としまして、新庁舎の7つの方向性を踏まえ、まずは、基本構想に基づき全体の面積でおおむね1万9000平方メートルという仮の条件下の下で、庁舎機能に必要と思われるゾーンを配置してみたものです。各ゾーンの割合につきましては、市民活用エリアを除き、旧庁舎におけるゾーニングの割合に応じて配置しております。また、新庁舎につきましては規模の関係から、公共施設ではありますがバリアフリー法義務対象の施設であり、階段・廊下の幅等につきましても、基準を満たすということを前提としております。この想定している平面図は確定ではなく、各ゾーンとも今後予定しております、市民の皆さんからのご意見や、行政機能上新たに配置するスペースとして必要な場合は変更する場合もありますので、あらかじめご了承いただきたいと思います。それでは、各フロアの概要についてご説明します。1階部分は、行政機能のうち、市民課など、市民の皆さんに最も、関係の深い、窓口部門と、市民エリアを想定しております。2階部分には行政機能のうち主に税関係の窓口部門と市民エリア並びに議会関係所室の一部を想定しております。
3階部分には市長、副市長などの執行部、および、災害対策本部を想定した防災関連並びに議場を含めた議会関係を想定しております。4階から6階部分は、基準階として、窓口部門以外の、事業課等の配置を想定しております。窓口並びに一般業務として記載しているところが、執務ゾーンであり、この執務ゾーンにおける各課の配置につきましては、窓口部会の意見や、各課省会による近接度調査に基づき設計者並びにオフィス環境業者と配置の検討作業を進めているところです。なお、参考までにこの一般業務というところがありますが、ここに挟まれた通路があると思います。この通路の幅につきましては、一般来庁舎や車椅子利用者の交互通行や休息するための椅子の設置などを考慮し、おおむね12メートル程度は必要と判断しております。また、全体の概要としまして、資料は今回、6回というところで想定して作っておりますが、最終的な回数は、地上6から7回、基礎は免震構造とし、構造は鉄筋コンクリート像、またはプレキャストコンクリート像と想定しているところです。以上で、新庁舎建設に関する取り組みについてのご説明を終わります。はい、尾崎財政課長。財政課の尾崎です。よろしくお願いします。私の方からは財源について説明させていただきたいと思います。座って説明させていただきます。はい、どうぞ。お手元の資料別紙ございますでしょうか。こちらにありますように、一般単独災害復旧事業債が、今月初旬に県より、活用できるという返事が、ございまして、その内容について、説明させていただきます。1番目、庁舎を建て替えるにあたって一般単独災害復旧事業債を充当できる範囲は以下の両括弧1から両括弧3の方法により算出されたいずれかの面積が上限となると。まず、両括弧1、被災前延べ床面積、こちら表の方にございますように 12,743 平方メートル、これその下の、米印1にありますような内訳の本庁舎、11,519 平方メートルと、別館の1,224平方メートルを合わせた面積でございます。続きまして両括弧2、被災時点における被災庁舎の入居職員数×職員1人当たり面積 35.3 平方メートル、こちら、職員数につきましては、米印2にございます、入居職員数は、地方公共団体定員管理調査、こちらの対象となっている職員と、正規職員でございます。でただし、公益業会計に属する職員数は除くというふうになっておりまして、被災時点で、表の、両括弧2にございます、562人、それに、35.3 平方メートルをかけました、算出面積が 19,839 平方メートルとなっております。続きまして、両括弧3の被災していない庁舎との統合を行う場合、被災していない庁舎から移転する職員を含めた入居職員数の、職員1人当たり 35.3 平方メートルとなっておりますが、こちら、統合現在のところ、検討しておりませんので、この場合も、両括弧2と同じ、19,839 平方メートルが、一般単独災害復旧事業債の、対象面積となっております。私の方から以上でございます。はい、本件について、何かご意見等はございませんか。委員長。はい、橋本委員。今この最初の取り組みについてから、まずはその防災中層機能に防災機能を持っていくということでございますが、これから見れば非常にその防災機能としてはこれで大丈夫かなという面も今貸してますが、それについてはどうでしょうかということと、
それと今財源の説明ございましたが、構想の中には19000、おおむねですね、規模としては1万9000の職員700名ということで、投資を計画されて、おったということで、今回については、その時なんで出るんだったかなと私も疑問に思うんですが、結局こういう企業部門が職員は入らないということで、最終的に562人としてで、一般単独災害復旧事業債は対応できないということで、結局その残りのこの企業会計の職員というのは入っていながらこれに加算されないという状況になるわけで、それについては非常にこの1職員あたりの面積も狭くなるわけですが、私は基本的にはこの基本構想にあった職員700名の想定したその規模でないとですね、将来的には人口が少なくなってもいろんな仕事量が増えてくるわけであって、今の状況からすればちょっと私は手詰まりになりすぎやしないかなという思うわけです。その中で700名を想定してした場合、他の方法としては何があるかということも合わせて尋ねたいです。はい、委員長。はい、松本新庁舎建設課長。はい、それでは私の方から、まず防災機能はちょっと狭いんじゃないかというところのご質問に対してお答えしたいと思います。確かにおっしゃる通りですね、今回、防災拠点施設として求められる機能が、一部不足している状況でございます。非常時には、庁舎を除く、敷地内空間のすべてが、いわゆるその災害活動拠点への機能転換を行うということになりますが、これらとは別に具体的には、救援物質、仮置きスペース、備蓄倉庫、ボランティアなどの受け入れスペースが想定されます。これらはすべて実は天候に左右されない災害活動支援の用途に供するものとして屋内に設ける必要がございます。で、現時点では、防災拠点スペースとして想定した3階部分に配置することは非常に難しく、地上との外部空間との一体的活用が容易な、例えば地下の免震層の高さを上げることで一定の余剰空間を作り、その部分に設置することを検討しております。ただしその分面積は増小することになります。面積が確定しない限り実質的に当然することはできませんので、結果として、平成32年度末までのちょっと完成は難しくなるというまず状況がございます。そこの辺は何とぞ、面積がちょっと増小するかもしれませんが、何とぞご理解、ご協力のほどよろしくお願いしたいと思います。で、あと人口減に関する一応見解ということで、ちょっと私の方から話をさせていただきたいと思います。確かに本市のみならず、急激な人口減少は、全国的な問題であり、建て替えだからといって際限なく大きなものを作る必要はないと思います。ただ一般的に市役所などの地方公共団体の職員数というのは人口の約 1% 程度が目安とされており、本市の人口はホームページによりますと29年8月現在で 129,194 人となっており、対する職員数は1100人弱、約 0.85% となっております。例えば仮に将来市の人口が10万人を割り込むようなことになった場合、職員数をそれに合わせて減らすことになるかもしれませんが、一定の数値以下にすることはできないと考えます。なぜなら、人口は減少しても、突出する行政面積や合併や分裂が行われない限り、変わることはなく、例年のように県からの権限以上の対応もあり、その分仕事量も増えることも想定されますことから、むしろ職員一人当たりの、先ほどおっしゃいました職員一人当たりの管轄する面積が拡大し、仕事量も増え、肉体的精神的負担も当然多くなります。結果的に正規職員の増加はなくても、それに代わるものとして嘱託パート再任用臨時職員の採用を増やしていくことになり、当然その分席数は確保していかなければなりません。新庁舎建設にあたっては、現在の職員数や人口減少からの職員数だけを見据えるのではなく、財源の問題も当然考慮しつつ、適切な行政運営を継続させていくため、将来の流動的な組織再編等や緊急時の体制にも十分対応できるスペースの確保が最も重要であると考えております。以上です。はい、松村財政部次長。はい、財務部次長。
はい、橋本委員お尋ねの2点目の財源の部分について私の方からお答えさせていただきます。先ほどありましたように、まあ、現在先ほど説明がありましたように一般団の災害復旧事業者につきましては職員数560人に対して 19,839 平米というのが限度額、限度の範囲内というような説明でございましたが、先ほどの質問でいきますと、防災機能の部分での面積がどうなるか、また職員をどれだけ当初の基本構想の700人まで持っていくと、面積が増える可能性があるんじゃないかというふうなお尋ねかと思います。そうした場合に、財源はどうなるのかということでございますが、財源につきましては、先ほどの19,800 平米程度については、一般団体災害という事務所、当然これを超えるような基本設計等出てまいりましたならば、合併特例債が現在のところ一番有利な記載だというふうには考えております。ただ合併特例債につきましてはご存知のように、現時点では平成32年度までしか活用できないというふうになっておりますので、その場合には工期の方を早めるような工夫等々が必要になってくるんじゃないかというふうにも考えます。基本的にはこの災害復旧事業債と合併特例債を併用して建てることは可能であるというようなことで、県にも確認は終わっているところでございます。以上でございます。はい、橋本委員。基本的に私は構想の中であった職員700名というのは、そこはある程度最低限の部分で必要と思うし、併用ができればですね、こう早急にやっぱり間に合うようにしていただくのがいいんかなと思っています。はい、ですか。はい、よろしいですか、橋本委員。今説明がありました行政事業の多様化による、職員の増加ということは将来は非常にこう考えられることですよね。ですから、合併特例債もその、話が出ましたけど、その併用ということはですね、ぜひやってもらってですね、やはり市民が安心安全の拠点になる市役所であるべきであるというふうに思っておりますので、そのあたり十分考えていただきたいというふうに思っております。以上です。はい、意見ですね。はい、他は何かありません、ね。はい、よろしいですか、委員長。はい、内閣副委員長。先ほどの橋本委員の関連なんですが、スペース、まず基本構想の中での1万9000平米っていうところのですね、検証が、どういった形でやられたのかで、当時の委員会の中ではですよ、与党野党とは言いませんが、やはり集中型分散型という話の中でですね、最低1万9000平米という集中型の考え方の委員さんたちの意見と、最高マックス1万9000平米っていうところの折り合いがずっとつかないで、来た中で、選挙戦に入ったというところで、いろんな民意が示されたというふうに我々は考えたことですが、そのおおむね1万9000平米っていう部分でですね、どういうふうに執行部の中では検証がなされてきたのか、それと、先ほどの橋本先生の話の中で、防災拠点施設としては非常にスペースが厳しいと。で、3階フロアの部分でですよ、これ見てもこのフロアで見たらかなり狭いですよね。で、その分の、その増床しない限り、先ほどちょっと、増床することになるというような話だったので、そこら辺のちょっとしっかりとした、今の執行部の考えという、それとやはり、先ほど、職員さんについてはですね、562ということはまずありえんわけですから、そこは、橋本さんにお答えされたところで、要望でいいんですけども、1点目と2点目をとりあえず。松本新庁舎建設課長。はい、それではまず1点目、基本構想で示されて約1万9000平方メートルを、これまでどう検証してきたのかというご質問に対してのお答えです。基本構想で示されている概ね1万9000平方メートルは、基本設計を作成する上での目安であったと考えております。そこでまず
面積の妥当性について検証を行いました。手順としてはまず震災前の本庁舎にどれだけ組織や機能が配置されていたのかということを確認し、次に震災前にすでにスペースの関係から分散していた一部の組織については、市民の皆さんや職員に対する窓口調査、各課省会に対する近接度調査および聞き取りにより本庁に集約した方が市民サービスの向上につながるものとして整理されたものについて集約しております。今回ご提案している計画はイメージ図ですが、こちらは確定ではございませんが、基本構想で示したおおむね1万9000平方メートルを仮定として想定されるゾーニングを配置したものであり、特に中層部である3階あたりに防災拠点となるゾーニングを配置したいと考えておりますものの、先ほどご質問にありましたようにスペース的にかなり厳しい状況となっております。現段階では基本構想で示されておりましたおおむね1万9000平方メートルに本庁舎として必要かつ求められる機能をすべて配置することは難しい状況であるということをまずはご理解いただきたいと思います。続いて2点目、その増床の考え方ですが、先ほど橋本議員の方にもちょっとお答えしましたけれども、防災拠点として施設として求められる機能が不足している状況ということで、ではその場所はどの辺がいいのかという話になったときに、外部利用、いわゆるその先ほど申しましたが、やはりその災害拠点施設というのは建物だけで対応するものではなく敷地全体で一緒対応するという考え方があります。でしたがって当然位置的に3階に持ってくるというよりはむしろその、1階もしくは地下にですね、免震層あたりが今回計画しておりますので、その免震層部分を使って、その部分の不作している面積を、持っていきたいというふうに考えているところです。当然1階部分2階部分に関してはやはりその市民の皆さんの通常の利用がありますので、窓口門というところはもう当然そこを優先して、で、地下の、今いわゆるその通常時は例えばですね、通常時は駐車場あたりも利用できるような、公用車駐車場になると思いますけれども、公用車駐車場あたりに利用できるようなところで、その地下部分を、いわゆるその災害防災拠点施設のいわゆるその不足分といいますか、ちょっと言い方ですけれども、そういうもので一応持っていきたいというふうに考えているところです。以上でございます。はい、南総副委員長。はい、あくまで目安という中で、その、おおむね1万9000平米の中の妥当性は、しっかり検証したけれども難しい状況であるということが、はっきり言います出てきたのと、あとその、面積の増床ですよね。やっぱ防災拠点施設で今実際地震時ですよ、市役所に行かれて避難ができない、それから体育館に行って大ホールが使えない、そして、ハーモニーホールがああいう状況になって、で太田小屋地は待ったか、こういったところに流れていって、ああいった状況になったという部分もある中で、市民の皆さんの意見がですね、やっぱりその、市役所に避難できんような状況の中でスピード感を持ってからもう早うなんで決まらんとか、それから選挙の中での民意だったと思うわけですよね。ですので、いや今日ちょっと唐突に出てきたこの1万9000平米の562人、これはもう750人以上ということが職員さんの数の中であるわけですので、合併特例債を併用できるという先ほど執行部から答弁がありましたけれども、今課長の説明の中でどうしてもこの面積を増床することになると今はっきり言われた部分の中でですよ、面積が確定せんと結果として平成32年度末まで完成できないことになるかもしれないというような今お話だったですね、さっき橋本委員に。だからですね、それじゃちょっとなかなかいかんわけですよ。ですので平成2年度末にあくまで間に合わせていくような、スピード感を持った取り組みを、次長部長も含めてしっかりと担当課と話されていて、合併特例債の併用、それと災害復旧事業債を獲得して、取り組みをスピード感を持って進めていただきたいというふうに要望しておきます。以上です。はい、ありませんか。どちらですか。はい、亀田委員。ちょっと確認なんですが、平成32年が連れ込むかもしれないという課長の話だったとですね、確定しないぐらいですね。で、合併特例債は32年までじゃなくですか。
その日の兼ね合いがちょっと分からんですよね。タクレ祭を併用すると30年までだけどずれ込むしれないと。だけど開催していなければタクレ祭もできないわけでしょう。その日のこうなんかこう日程的なずれをちょっと分からんと思って。はい、渡辺新庁舎建設課長。そこはですね、最初冒頭でちょっとご説明ですねさせていただけたかなと思いますが、うん、確かにそのスケジュール部分については工事については建設工期が当初よりだいたい半年近く短くちょっとなってしまう今状況です。ただ現段階では構造とか工法の検討、例えば先ほど鉄筋コンクリート像かプレキャストレスコンクリート像っていう話をしましたけども、実はですねプレキャストっていうのが、なかなかですね馴染みがないと思うんですが、プレキャスト像っていうのは工場生産した鉄筋コンクリートパネルを、面材として建築する構造材のことを言います。であらかじめ工場で鉄筋コンクリートの壁、スラブの面材を製作し現場で組み合わせて作る工業化方法です。これにつきましては長所としてですね、通常の鉄筋コンクリート像と比べ工事期間と、コストが多少安価になることが挙げられます。ただし短所としましては面材加工像の設計変更に対応できないということとか一つと、施工上必要となる工事現場、作業面積がちょっとやっぱり広くどうしてもいるということが実は挙げられます。だからその辺のちょっと兼ね合いもありますので、場合によっては PC 像、いわゆるそのプレキャストの方で最初はもともとその鉄筋コンクリート像は今のところは予定はしてますけども、今後の実施設計の進め方によってはその PC 像への検討もあり得るということで一応お話をしておきます。それでなんとか32年度末までの完成を目指したいということです。以上でございます。はい、いやいや、はい、課長だけ32年もずれ込む可能性があると言われたからですね、ちょっと聞いてみたんですが、はい、あで財源を独立さんに当てとって部分があって、はい、それじゃ間に合わないんですから、はいはい、それはどうされるのかなと思って、はい、というふうに考えてる、はい、以上、はい、それは、はい、松本新庁舎建設課長、はい、それは間に合わない状況が判明した段階で、うん、また検討考えるそうですね、はい、考える、はい、関連でいくと、はい、橋本委員、結局32年度内で一応計画はしてたけど、やむなし、33年度までずれ込んだ場合については繰り越しも認められるということで考えとってよかでしょう。はい、松村財政部と場合によってはやむなしの場合は財務部部長次長、はい、繰り越しの話でございますけれども、庁舎とかは一般的に大きな建物を作る場合は、今回の環境センターもそうでしたけれども、継続費というふうな予算の方も設定をさせていただいております。要は複数年間の総事業費を設定して、その金額の中で建物を作っていくということになります。今回今のスケジュールでいきますと、平成30年度から31、32の3か年度で継続費を設定すると。で、今ご質問のようにもし32年度中に終わらない、契約は済んでいるんだけど、突然材料とか何かの理由で年度内に終わらないようなことが発生した場合には、一応制度的には自己繰り越しっていう制度がございますので、33年度までもかかっても一応合併特例債の対象にはなるというふうに考えております。以上です。はい、他ありませんか。はい、はい、野崎委員、はい、説明いただきましたけれども尾崎課長の方からありました、新庁舎建設の建て替えにかかる一般単独債の件で説明ありましたね。でこれ説明でこの事業債を充当できる範囲っていうのがその3パターンぐらいありますよという説明されて、でこれでこの 2のところでよかったですか。そうですね。で、じゃあそれに充当できるのが算出面積が19839ということで、これになるとじゃあいくら借りれる。はい、はい、松村財務次長。はい、今回 の一般単独災害復旧事業債につきましては建設単価というのが特に決まっておりません、うん、ですので今回建てます実施の建設単価にこの平米を数をかけた総額分が対象になるというところになります。よろしいですか。はい、野崎、はい、決まっとる案件が今算出できないということだろうと思うんですね。でただこの算出面積が19839というのがありますけれども、先ほどのいろいろ説明あったんですけど合併特例債も活用してっていうのがありましたよね。
これは何ですか、19,839 じゃ、平米数が足らんけん、さらに、この庁舎はそれより大きくなりますよと。大きくなった分は、この一般単独災害復旧事業債を当てられんけんが、さらに借金してその合併特例債を使うっていう話プラスで、そういう話でしょ。じゃあいくら使うって話だよ。その今まで説明してきた、あるでしょ、大体どれくらいで建てますよっていうのが およそのあれがありましたと。でそこで財政計画を作っとったわけでしょ。これまたすってなれば財政計画も持ってこんばいかんちゃうからしたって、説明すっとにですか。でこれ何、今こう入居者職員数562とかって言って、でなんかそっちは全然足らんとですよっていう話をさせたいですよね。じゃあ何人いると、でそれによってまた増えてくるわけでしょお金。そこの説明が全然足らんとですよ。そこがないんじゃないですか。もう少し説明してください。はい、あ、岩本財務部長。はい、はい、今日はですね、おおむね19,000平米で、いろいろ作業をしてみたところ、こういう状況になっていると。で、災害部分とかの面積が足りんならば、いろいろ自動車をすれば、地下駐車場あたりを活用しながら行けるのでしょうと。で、今日はですね、そのどれだけの面積があるのか、具体的にはまだこの時点ではお示しすることはできませんので、今日はそういう具体的な面積の話は持ってきたところではないんですよね。あくまでもおおむね19,000平米でいろいろ過去というか今まで検証をしてきたところ のお話をさせていただいておりますので、今後ですね、そういうところでまたいろいろご意見をいただいて、これだけの面積になればこれだけのお金が必要になるだろうというところで、またさらに具体的なお話ができるかと思います。で本日はですね、申し上げました通り、そういう状況の中での現況報告ということになってますので、議員が求められるような具体的なところまではですね、資料も財政計画も作ってきていないところです。はい、尾崎。はい、その分かりますよ、言いたいことは分かってますよ。ただ今日ここにこういうふうに示したということは、よくいろんなところで使われるややもすればですよ、こういった数字とか金額とかややもあるんですよ。独り上げするっていうのをよく懸念するじゃないですか。それを心配してるんですよ。ちょっと確認したいんですけど、これより大きくなるんですね。じゃあ合併特例債も使うっていうことなんで、職員数もこれより多くなるってことですよね。そういう方向性を執行部は持って今日説明したということでいいんですよね。そこ確認したいです。はい、どうですか。はい、山本財務部長。今の時点でですね、確定した方向性というのは非常に申し上げにくいです。まだ市民の方の声、そして議会からの声を聞きながらということでですね、今日のご意見も参考にさせてもらいながら、いろいろ検討を、そういうことを含めて検討していくということで、ちょっと今日はですね、ちょっと確定的なことはちょっと申し上げられない。はい、尾崎。だけそういうのがいろんな憶測を呼んで一人歩きするんじゃないですかっていうのを心配して今言わせていただいたんですよ。で、これまでもあまりね、借金せんようにっていうことで市民に負担を残さないようにということでずっとやってきたと思うんですけれども、今日の話じゃなんかさらにこの災害復旧事業債以上の今度は合併特例債まで使って借金してやるっていうのがちょっとびっくりだったですよね。そういう話がほら確定して執行部としてちゃんと明確なものがない中でこういう説明をされるのがですね、何のためにしとったかなっていうふうに思う問題やけん、市民に対してその変な憶測を生むような説明の仕方じゃやっぱりいかんと思います。だけん財政としては今度はちゃんと財政計画も作っていく説明してもらうといかんと思うんですよ。
その立つというかでした、ね、防災機能のあれば拠点としてやっぱりやっていこうというとにその言いは唱えんとですよ、市民の生命財産を守るというような中で、ただそれにお金が絡んでくるものですから、将来にわたっての借金というのが、そこはちゃんと説明責任があったものですよ。で自分たちもそれを見て判断せばいかんけん、そういうのをちょっと要望しておきます、意見として。はい、財務部長何かありますか。今野崎議員要望ということでございますか。はい、はい、それではまあ今日は財政計画も本当お示しできないというところでございますけれども、本当に面積がこれだけ必要であればどれだけのやっぱお金が必要である、でそのお金はどれだけ将来に影響を及ぼすのか、そういう計画も見てもらいながらの議論にはなるかと思いますので、財政の方では財政計画もしっかり検証しながら、また面積が面積と一緒にですね、その辺の説明はさせていきたい、いただきたいというふうに思います。はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。以上になります。はい、すみません、まあ、今日は可能性、いろいろなその可能性についての、まあ、報告なり、意見聴取だと思うんですよね。で、実際問題ですよ、このパート3、嘱託職員再任用 の、 職員さんとか女ですけど、実際、新しい庁舎には、まあ、大体どれぐらい、まあ、震災前の部分でもよかですけども、基準の人数というか、それが例えばワンストップサービスでですね、教育委員会関連なんか船長まで行かなんけん、今度は新しいところには一緒にしてもらうとそん助かっているようなご意見が子育て世代多いんですよね。そういうのも含めて、まあ、仮で言うたら震災前の、人数がまあどの程度だったかというのと、それとまあ可能性として32年ということで今議論が可能性の話が出るとですけども、確か市長がその崖徳田さんの期限とあたり要望しようになったような話が聞いたことあったですけども、その どうなんですかね、その可能性としてそれはあり得るんですか、期限というのは、まあ、選挙も終わったことです。いや可能性の話ですよ、話せる範囲で結構。2学期も、うん、はい、松村財務部次長。はい、最後に質問 の合併特例債の期限延長の件について私のからお答えします。じゃあこの期限延長につきましては、今回の熊本地震を踏まえまして、まあ、熊本県内の被災自治体からもそういった要望の方が出ているところでございまして、まあ、今般九州市長会におきまして、まあ、国への要望というところで、まあ、合併特例債の使用の延長についてはすで、まあ、に提言をするというところでも言われております。また市としても、まあ、合併特例債の延長については、まあ、働きかけていきたいというところで市長も認めているというところでございます。以上です。はい、はい、委員長。はい、松本新庁舎建設課長。はい、じゃあ職員数ですね、まあ、想定している職員数ということなんですが、職員数は基本構想でですね、一応まあ700人程度ということになっておりましたが、うん、震災前はパートとか嘱託職員、再任用等職員も含めてですね、大体750人程度実は従事していた状況です。で、本庁に必要な行政機能として市民サービスを低下させないため、必要な組織の人数、また将来の流動的な組織再編等に対応できるくらいのですね、まあ、職員数というよりはスペースをですね確保したいということを一つで、まあ、ただその具体的な例えば課の廃止とか、そういったものにつきましてはですね、10日だけで判断できるものではなく、当然厳密には部や課、場合によっては係単位までですね、ちょっともう掘り下げた組織の観点からの検証が実は必要になるんじゃないかと思います。すいません。はい、長、はい、松副委員長。まあ、ということは、まあ、700人そばに言うようになったなと思いながら、でも実際パートさん、嘱託職員さんいろいろ合わせると750人ぐらい、まあ、仮にこれが教育委員会もうんぬんということが今後、まあ、この特別促進委員会庁舎建設のですね、そう委員会の中、またパブリックコメントパブコメントやっていかれるでしょう。ただ市民の皆さんからいろんなやっぱり要望出てきますよね。だけどまあそういった中で今日の災害復旧事業債の部分は562人までなんですよっていうような話なので、まあそれじゃなかなか厳しいですよね。それと防災拠点機能も厳しいから、まあ今後いろんな可能性について言及しながら議論していくというのが、
まあ、方向性と思いますし、まあ今合併特例制の、期限についても、まあ、今から要望されていく。ただ現実問題、平成32年ということが今目の前にあるんですよっていうところのやっぱスピード感を持って取り組まなきゃいかんというのはさっき言った通りで、まあ、市民の皆さんもですね、もう結構へきへき人になって、とにかく規模、機能、予算の規模の部分で詰まってしまっとってですね、選挙前に。だから、まあ、ある程度早い段階でのパブコメと市民の皆さんの意見、それに、まあ、この委員会の中でも粛々と進めていかないとスピード感を持って、でやっぱり希望が決まって、今度は機能、防災機能であったり、いろんな大事なもの、市民の皆さんの生命財産を預かるもの、そしてその後に、まあ、予算あたりが出てくると思う件で、まあ、そういったところは執行官も大変だと思いますが、とにかくスピード感を持ってやることが大事だと考えますので、よろしくお願いします。委員長よろしいですか。はい、山本委員。2点ほど私からまあ要望してお聞きしたいんですけども、先ほど来その防災拠点の話がさっきからずっと出るんですけども、防災拠点というのはもう前回の庁舎特別委員会から大変検討してきたんですね。でそういうのをやっぱり踏まえながら、まずはその過去を忘れずに、過去を現実としてね、やっぱり考えていくというのがそれは大事だと思うし、そしてまたその市役所の避難場所という、市役所で避難場所というこの感覚というのはあんまり良くないと思う、うん、とはやっぱり我々がやっぱり今回の熊本地震であれだけのやっぱ体験をした、まあ副委員長なります副委員長も含めていろいろと、まあ現場に行って、自らですね身を挺して避難者の方々に対して勇気と勇気を与え、市民生活が安定できるようなそういう対応をする中で一番感じたのが、その避難場所が耐震もしてないところに避難場所、そしてまだ避難場所がやはり小さい、そしてまた、1回のその津波の警報の時なんかはパニック状態に、南部幹線そして臨港線パニック状態になって、まあ、そういう中で避難場所のやはり確保というのをしっかりしないかと、そういう中で自らがですね、先ほど言われた迷信の中であって迷信を低くするとか高くするとか、そこに、防災機能を一部は入れますよとか、そういう問題じゃないと思うんですよ。そこあたりはもう少し考え方を変えていかなければ、やはりコミュニティの中で各校ごとにまずは避難場所のこれはもう確保して施設を整備して、これが一番なんです。これも並行していかなきゃいけないと思うんですね。でそれと先ほど言ったその面積を含めて、市民サービスは面積が増えれば市民サービスじゃないんですよ。職員の能力によって市民サービスは変わってくるわけだけ、職員の一人一人の職員の能力によって、ここら辺は勘違いしないし、しとってください。やはりそれについてはやっぱり一人一人の職員がいかに狭いスペースでもですね、市民サービスができるような対応をしていく、その可能性を見出していただきたいと、ここは強く要望しておきますから。ありがとうございました。よくありませんか。いいですか。はい、橋本委員。先ほど基本構成がやっぱりもう私たちこの議会で議決したわけで、まあ、その辺の中で1万9000と職員700名、まあ、しかし実際その職宅含めれば750名の方が入っておられる、まあ、ここはですね、自分はあの基準としてそこは私は必要と思います。で今35.3 平米までこの一般単独災害事業債で認められているということですが、あの福島県のですね、あの津波の後の新庁舎、ちょっと今市は忘れたんですが、あの1人1職員当たりの平米数で言えば37平米、やっぱりそれだけやっぱりあの災害に遭われたところの、そのなんて言いますかね、実際経験として作る場合、この辺が基準になっているということは、あの自分にやっぱり尊重せんといかん、こう 35.3 って私は伊達な、あのなんて言いますか、大風呂敷の 35.3 じゃないと思うんです。それはしっかりあの私はここは基準に入れて、職員700名、そこについて中でワンストップサービス、そして防災機能っていうのをしっかり考えながらこの基本設計にはやっていただきたい、これがあの基本構想の最初のスタートと思っております。以上です。ですか。はい、はい、よほどですね。はい、他ありませんか。よし、はい、内容でございますので、それでは新庁舎建設事業の進捗状況についてを終了します。その他ありませんか。よし。
はい、今橋本委員からも別紙の方で、いい事例があるようでございますので、まあ、一つそういうのを踏まえてですね勉強していただいて、また次の会議ではお持ちいただけたら幸せに思います。以上で、本日の委員会の日程は全部終了いたしました。これをもって審査会に、そのいいですか、何かありますか。あ、よければ。はい、どうぞ。まあ、基本設計、基本闘争の部分で基本設計のこう部分までで皆さんで意見をこう議論していくわけですが、今橋本議員からもあったように、その参考事例とか、そしてまた見に行った方がいいような事例があればまた意見がある、とまた皆さんでそういったところの勉強も必要かなと。まあ、山本先生も鳥取市役所を見に行かれて、新しいところ見られたり、いろんな個人的に勉強されている方もいらっしゃいますけども、また皆さんから意見があればそういったこともまた委員長と考えてやっていったらどうかなというふうに思います。以上です。はい、はい、そういう現視察等がございましたらですね、もれなく委員長副委員長にですね、ぜひ、お話を聞かせていただきたい。そして委員長副委員長執行部でですね、また皆さん方にご相談させていただきたいと思います。どうぞよろしくお願い申し上げます。以上で本日の委員会の日程は全部終了しました。これをもって新庁舎建設促進特別委員会を散会いたします。お疲れ様でございました。